皆さんこんにちは。こんにちは。アンジュルムの佐々木理香子と上國料萌と船木結です。はい、ダンスが上手くなりたいとか、ダンスが苦手だよというね、はい、方たちのために、はい、私たちが普段ですねダンスを覚えるときにどんなことを意識しているのか、あとはコツなどをですねお伝えして、少しでも手助けになればいいなと思っておりますということでですね、はいはい、今回コツをですね教えていきたいなと思います、うん、はい、じゃあまず初めに、はい、くなちゃん何か一つありますか、はいはい、いや今回はですね、うん、泣けないぜ共感詐欺を、はい、例にして一つ挙げるんですけども、はい、結構アンジュルムはこう力強いダンスが今まで多かったんですね。でもこの泣けないぜ共感詐欺はすごいなんか女性らしい振りを意識していて、はい、例えばなんかこのなんだろうな、しなやかに手を動かしているとか、はい、そういうところはすごく意識している部分であります、うんうん、そして私はですね、はい、ふなちゃんはさっきほどの女性らしい動きと言っておりましたが、はい、私は逆に男性っぽい動きですね、ま、ちょっと足をガバッと開いてね、はい、踊るとこがね、うん、あったりするので、はい、まあ、そういうところは全身にね力を入れると思いやすいんじゃないかなと、うん、私は思いますね、はい、私はやっぱり、はい、歌に沿って踊るじゃないですか、歌いながら踊るので、うん、その歌詞に沿った振り付けになったりするので、うん、その歌詞を覚えながら歌詞と一緒に想像しながら覚えるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、以上を意識しながら実際に振りを覚えてみましょう。私はですね、はい、さっきお話しした大人っぽい、はい、女性らしい動きの一つの例として、はい、その泣けないで共感詐欺のサビの、うん、こういう振り付けのところがありますよね、はい、ここの部分が特に大人っぽいな、こんな女性らしいなって思うんですけど、足をこうフラフラっとせずに割とこの膝の内側を締める、うん、締めてこうなるべくこう円を描くように滑らかに足を動かして、はい、なおかつこう首の角度とかをちょっと意識しながら踊るとすごいなんかちょっと女性らしい動きになるのかなと思いますね、はい、ぜひやってみてくださいね。私は全米感動号泣、うん、あそこはですねこういう振りなんですよ。こうなんだろう、下からこうえぐるような肩から入りますね、振りがあるんですけれども、まあ、そこはね結構足をねバッと開いて踊っています、はいはい、ね、ここ男性っぽくこうちょっと下からこうね見る、おー、狙ってる、狙っているように、狙ってる感じですね、こうね獲物をこう捕まえるぞというね、そのまま前にじゃあそのまま行ってみて、ワン、ツー、スリー、フォー、全米感動が起きる、まあこういう感じですね、はい、そういう感じ、きっと狙われましたね、こういう感じで手は、まあ、なんだろう、ここの腰の部分に当てるとかっこよくなるんじゃないかなと、はい、思いますので、ね、ぜひ真似してみてください、はいはい、そしてですね、私のは歌詞に沿った動き、歌詞を想像しながら踊るっていう感じなんですけど、うんうん、まずこの曲のもうイントロから入ってますよね、はいはい、泣けないぜ泣けないぜって何回も最初言ってるんですけど、泣けないぜの振りはこう なんだろう目から落ちる涙を表していて、はい、それを払うっていう感じで、泣けないぜ、はい、泣けないぜっていう風になってますね。なのでこれはあともう一箇所ありまして、はい、あとサビで何ですっけ、強引なシンパシー、濡れないと損だし、一人一つの人生に一人一つの感情みたいな歌詞があるんですよ、うんうん、なのでそういうところ、はい、ちょっとずつ歌詞に沿った動きをしているので、うん、歌詞を考えながら想像したらいいんじゃないかなと思います、はい、イエイイエイ。今から私たちが実際に曲をかけてですね、はいはい、ワンコーラス踊ってみたいなと思うので、今この3人が、ね、出したポイントをね注目して、見ていただきたいなと思っております。ミュージックスタート。あっI'm not
さんがダンスを覚える時の手助けに、私たちが、ね、慣れていたらすごく嬉しいなと思っております、はい、ということで以上アンジュルムの佐々木理子こと上國料萌衣と村木娘でした。おー